えー、わさびの話です。えわさび<ん>わさびの話。え、何ですか ?AI ですかいやいや、全然関係ない。わさび AI。<laughs> いや、全然関係なくて、これね、わさびはね、あのね、記憶力の増強に良いと。おお<ー>、<laughs> AI の話ですね。いや、これね、私ね、ね、あの、やっぱりさ、年取ってくるとね、ええ、物忘れっていうのが、あの、激しいわけよ。 え本物のわさびの話ですか本物のわさびの話。え、記憶力にいいんですかあれ。いや、というね、<れ>最近ね、こういうわさび、ブースト、ショートロングタームメモリー in older people <ー>という、<laughs> この,あのミディアムの記事を読んだわけや。で、このね、オールダーピープルの、ね、ショートロングタームメモリーをブーストするって、ここに僕は、えー、 引かれたわけよ。そういうのはね、うん、まあ、皆さん方はまだね、若いからいいかもしれんが、やっぱりさ、年取ってくるとね、あ,のあれはなんやったかなって、実はね、あの僕、こういう、例えば特定の、今はね、思い出せるんやけど、プーチン大統領はね、これは名前がすぐに出てくるんや。と、国防省で、ショイグ国防省と、でゲラシム参謀総長、この名前がね、どうしても出てこないと。え で、僕はこれ今出てきたじゃないですか。でも、聞いたことありますよね。わさびの効果ですか。いや、わさ、これはわさびじゃなくて、ね、あの、<laughs> あっちがの効用やと思う。あの、ブルーベリーの効用やと思う。海馬 <laughs> の細胞が増えた。海馬 <laughs>、うん。海馬の神経新生という問題があってですね。年を取ると。ね、物忘れが激しいのは海馬が衰えるんですよ。<laughs> で、海馬はね。神経が、神経細胞が新しくできる。 これ神経新生とニューロジェネシスというんだけど、ええ、これのスペースが落ちると、海馬、うん、が萎縮してきてで、物忘れが激しくなるわけ。で、これをあの増強するのの食べ物としてね、ブルーベリーとか、うん、それから緑茶とか、オメガ三脂肪酸とか、うん、それからパーメリック、これウコンですね、うん、があるということ、これ前紹介したんやけど、ええ、ここで新しいのが出てきたのがわさびなんや。でええ この研究が実は日本の論文なんよ、えー、でで、わさびが記憶と、えー、認知機能を向上させるという新しい研究、これは日本の研究ね、えー、60歳以上の健康な大人を対象に実施、えー、わさびの特性、これはどう抗炎症および抗酸化特性が知られておると。 で日本の伝統的な調味料であり寿司とともに提供されることが多いとこれはまあアメリカ人が言うてんよ。<laughs> で認知機能のとれ加齢に伴う自然な過程とみなされるとそこはストレスとか疲労とか病気による記憶力の低下もあるとで以前の研究では、ね、例えば地中海食となどの特定の食生活が脳の健康に良いと、まあ、言われておったとニンニクとか あの生姜などのハーブやスパイスもいいと言われておったと。うんね、ニンニクや生姜がいいのならわさびもいいんじゃないかって研究したわけよ、この研究者は。ねうん、ならわさびは抗炎症効果と脳の落ち着き効果が報告されていると。うんうん、で、健康食品としてサプリメントがあるらしいんですよ。うん、で、研究の方法ってどうしたかって60歳から。 80歳までの日本人のボランティア72人を対象にわ、<ー>わさび錠剤。これ、わさびを食べさせたんじゃなくて、これはまあサプリメントね。まあ、実験だから、実際のわさびを食べるんじゃなくて、錠、ま、剤、あ、を。で,うん、で、これを2グループに分けてですね、わさび錠剤を飲ませるグループとプラセボのグループに分けてと。で、で3週、3ヶ月後かな、に比べてみたらですね、わさびグループは、 エピソード記憶とワーキングメモリーで顕著な改善。エピソード記憶というのはね,ね、今朝の朝食何食べたかなとか、ああいうこと、どういうことを覚えてるかなみたいな話ね。でワーキングメモリーというのは、例えば電話番号を今覚えてる、なんか暗算するときにですね数字を今覚えるっていうことがあるじゃないですか。それをワーキングメモリーというの。ところが他の認知、機能では領域では有意な改善。 観測されなかったと。要するに、このエピソード記憶とワーキングメモリー。で、これ、このエピソード記憶、ね、うん、これが忘れるわけじゃないですか。うん。で、じゃあ何が効くのかというと、わさびの有効成分として、6メチル、スルフィニル、ヘキシル、イソチをシアネートというわけのわからな 6MSITC を含むと。 これが神経炎症を軽減し、脳細胞の酸化損傷から保護する、これが原因であろうと。で、栄養が脳機能と知老化に影響を与える証拠が増加。で、これ以外にもですね、野生のブルーベリーとかナッツとか、豆類とか、まあ、葉物、野菜も有効だと言われておると、ここで注意点があります。うん、わさびの潜在的な効果あの、実はね、アメリカで、このブログにそう書いてある。 じゃあというのでね、寿司屋に走ってね、わさび食べたらいいんじゃないかと。うん、ところが、アメリカの寿司屋で出てくるわさびは、これはホースラディッシュといって、これはね、西洋わさびなんや。で、<ー>そっちを緑色をつけてあるんだと。ああだから、聞くのはね、日本の本わさびだっていうね。ああじゃあもう根っこで買ってきて、おろし金ですれば間違いないわけですね。<ー>そうそう。 ところがね、と言って僕ね、スーパーに行ったらわさび売ってないのよ。あれほんで、いやいや、その今おっしゃった根っこのね、こんな。で、あのね、アマゾンで見るとね、根っこの売ってんだけど、めちゃくちゃ高いよ、3で円。でね、僕ね、スーパーに行ってね、寿司のとこにわさびって置いてあるじゃないですか。ああ、置いて。シューブのやつがあります。わああ、いえいんなちゃああ。 でね、そこにこう書いてある。これは、お寿司を買った人だけが持って行ってくださいここね、ガタッと持ってきたいちょっとストックビニルちゃんですかはいはいはい。お寿司を買ってたくさん持っていきたいんですね、じゃあ。で、でもね、そのチューブのあさびってあるじゃないですか。はいはい。あれを買ったんだけど、そこでね、よくね、注意して注意書きを読んだ安いのと高いのがあって、ね、安い。 高いのはね、本わさびを使ったと書いてあって、うん、着色してありませんと書いてある、ね、あ安い方はね、そうは書いてない、ね、だから皆さんね、このチューブのわさびを買うときにはそこを注意しましょう。あのつぶつぶ感のあるやつは本物っぽくて美味しいんですけど、安いやつは完全に粉になってて、粉を溶くだけなんですね。あれはちょっと怪しいなとあ。あ、そうなんですか。はい。はい なるほど。ほんでね、僕ね、今までね、お寿司食べるとき、この頃ね、おすってわさび抜きが多いじゃないですか。で、僕ね、わさびってそん,なにそんなに好きでもなんでもなかったんやけどね,、えー、ね、その気になって食べてると、これ結構いいよねって、僕ね、えー、豆腐を、豆腐ステーキっていうのをよく作るんですよ。えー、で、豆腐をあの、木綿豆腐じゃない木綿豆腐をですね、そのまま油で。 あの、炒めるとね、あの、バターで炒めるみたいな。で、これを、あの、豆腐ステーキと称してんだけど、それ今まで醤油かけて食べてたんだけど、わさび醤油にすると、これが効く、なかなかいいんですよね。そこでね、僕ね、わさびがいいのなら、うん、例えば、生姜とか、それから,からからしもいいんじゃないかと、うん、いうわけで、ね、バードとかね、チャットヒピティに聞いたらね、それもいいんですって。えだ 成分は違うんだって、脳に効くね。わさびも生姜もからしもいいんだって。うんただ、あんまり食べ過ぎると意味悪いよとは書いてあるけど。<laughs> 刺激は強そうです。うん、でもねあの、少量なね、非常に健康にいいって。で、そこでですね、僕、これからね、もう積極的にわさび詰め。<laughs> <laughs> 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 うん、わさびを食べようと思うんです、なんかね、抗酸化作用がそもそもあるっていうことう。なんかアンチエイジングにはいいというようなことで、その脳の海馬とかワーキングメモリーに直接いいっていうのは、なかなか、これ新しい、うん、でね、研,でね研究者のコメント、こんなに効果があるとは思わなかったって。す、うん、すごいですね<ー> えうん、日本人以外でもじ実験してほしいですけどね、それはね。ええ、だからね、今ね、記憶に、なにちょっとね、あの、自信のない方。でうん、僕なんかね、さっきも言うね、どうしても出てこない、ショイグ国防省の名前が出てこない。あ<ー> <laughs> 出てこないのはいっぱいありますよ。 ねえ,ねえ、もう本当に出てこないですね。ありますね。わさびもうちょっと食べようかな。うん、あの、とりあえずあれですね、回転寿司行くと、あの、回転するレールのところにわさびだけこう小さいビニールのパックになってたら、<え>ドサッとも、あの、あって、取り放題なんですね。だから、あれ私3つぐらい取ったあの、醤油のところ、さらに横、横のところにちょっとやってあるんですけど、あれ取り放題なんで、10個20個取って、わーっとわさびの山作っちゃったら、 店の人なんか言ってくるかなって <laughs> <や>、<laughs> 残さず食べれば許してくれるんじゃないかなっていう <laughs>、うん。持って帰るのはやめましょうね、という。持って帰るのはちょっとあれですけどね、<laughs> っていう。いその、そのわさびもその本わさびかどうかっていうのは、ね。ああ、そうですね。ね確かに。だけど最近のね、あの、パック、パックでこうビニールでちっちゃい一食分になってるパックのわさびってすごい美味しいですよね。うん、ですね。なんか10年前とだいぶ変わって。 柔軟は本当にあの粉だったのが、つぶつぶ感のある、結構、美味しいね。うんとする味に、もしかしたら、大わさびが使われてるのか、なんか、この優れた別成分が入ってるのか。わさびは偽物なかなか難しいですよ、あれは。味だけでは分かんないからね。色もね、着色してるとか言うから。 ああだけどそんなにいいんだって今後なんかわさびジュースとかも出てくるかもしれないですね。うわ、もうわさび。ないですよね。まあサプリサプリでもいいですけど、サプリでいいと思うわ。そうですか。か。あああれですね、鶏わさですね。鶏わさ美味いそうで。どなんなんねなんなんね。鶏わさつけるといこと？鶏あの鶏のささみいやいやささみを刺身で食うんですよ。 で、それをわさび醤油で食って、それで赤ワインがね、めちゃめちゃ合うんですよ。え赤ワイン赤ワインに生肉に、あのあ<ー>わさび醤油かニンニク醤油ってっもうこの世の最高のコンビネーションだと思ってて。<ー> <laughs> そうなんですね。そんなん,、ねはい、なんあいつは。大体お酒か焼酎か、という気がしますね。うん、そういうものの時のね。うん、ビールかな。ワイン試したことないです。うん あと東京の西の方に奥多摩行くとやっぱりわさびだって結構あるんですよ。えーうん、あで、わさびってやっぱり綺麗な水じゃないとだめで、要するに根っこなんで、あのその泥みたいなのを吸い上げちゃうんですね。だから、うん、汚い水だと<ー>その、わさびもちゃんと泥の味がするんで,<ー>あので、わさびってやっぱ地方によって味が違いますよ。そこの土地の泥の味がするというか。<ー> <laughs> なので、よほど綺麗な水じゃないとだめで、さらさらと流れる川のところにこうあの大きめの石を敷き詰めて、川 幅を広くして浅くしてそこがわさびの田んぼってか育ててるうそういうふうになってるんですよねそういうの結構奥多摩で見かけるので奥多摩の駅とかにはそういう根っこそのものとかわさび漬けとか、ね、売ってます売ってます売ってますはいだから結構そう山の方行くと売ってるんじゃないですかいやいそれを買ってこられたら、ねうんうん、そうですね、はい、いや僕ねスーパーいろいろ見たんだけど売ってないんだよ、ね、<laughs> 業務スーパーですか <laughs> いや、いや近くの。うも、あ、そうです。で、結局は、だから、チューブのを買ったわけや。ああ。なんか、六甲山って、なんか、水が美味しいって有名だから、わさびも作ってんじゃないですかね。六甲山ありますよ。あります、あります。ですよね。わさび作ってるところ。この辺売ってますけどね、商店街。あ、そうですか。ああ。いやー、そうですか。八百屋みたいなとこに行けばいいんじゃないですかね。ああ、そうか。うん。 いやちょっと探してみますわ。ぜひわ,わさびね、うん、ちょっと注目していきたいと。改めて、はい、わさびで。これは日本独自ですからね。はい、いやだからわさびと納豆、まあこれは頭のちょっと関係ないけど、やっぱり日本独自ですからねうん、うん。はい、そういうことです。はい